平成23年台風第21号は2011年12月に発生しフィリピンに甚大な被害をもたらした台風である。進路図2011年12月13日にカロリン諸島で熱帯低気圧が発生し15日15時に台風に発達したためアジア名ワシと命名された。命名国は日本でワシ座を意味する。 なお、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、センド丼ンと命名している。台風は西に進み、台風に昇格して間もない15日午後には、フィリピン南部のミンダナオ島北東部に接近。同日22時頃には、ミンダナオ島北東部の東ビサヤス地域で降雨が始まった。台風は16日16時に、ミンダナオ島北東部に上陸し、 同日22時頃に、ミンダナオ島中央部のバライバライ市に入り、17日早朝にかけて道東横断。スール海に抜けて18日4時にパラアン島に再上陸した。その後19日9時に南沙諸島付近の南シナ海で熱帯低気圧に変わり、同日15時に消滅した。なお、この年の十一月は台風の発生が一切なく、この台風の発生が、 約2ヶ月ぶりとなる台風発生となった。もしもこの年の台風20号がシーズン最後の台風となっていれば、観測史上最も早く台風シーズンが終了するという記録が生まれていたが、この台風の発生によってその可能性はなくなった。台風通過後のみんなの男の台風はフィリピンに甚大な被害をもたらし、被災地域は ミンダナオ島のご州と、ネグロス島やセブ島、ボホール島の計32都市に及び、イリガン市やカガヤンデオロ市の被害は特に深刻であった。鉄砲水や土砂崩れ、洪水などが発生し、合計で2500人以上が死亡したほか、1万棟を超える建物が被害を受けた。死者数だけを見ればこの年に発生した台風としては一番となる大規模災害となった。 台風の上陸時の勢力は、中心気圧992ヘクトパスカルとあまり強くなかったにもかかわらず、これほど深刻な被害が出た要因としては、台風の直撃を受けたミンダナオ島は、ルソン島と比べて貧しく、建物も脆弱でかつ、災害対策が遅れていたこと、台風がミンダナオ島を横断したのが深夜であったために、 避難せずに自宅で就寝中であった人が逃げ遅れてしまったこと、大雨が降り続き、鉄砲水や土砂崩れ、洪水などが相次いだこと、樹木が山地の土砂崩れで水と一緒に流れてきたことが、洪水の破壊力をさらに増してしまったことなどが挙げられる。また被害が特に県庁であったイリガン市と輝んでおろしは同じ山地から流れ下る川の河口に位置する町であり、 前者は北流する川、後者は西流する川の河口にそれぞれ位置することから、集中豪雨がこの山地において発生したことが、この地域において鉄砲水が起きた原因であると見られる。2011年には、日本の紀伊半島でも、台風12号の豪雨による大規模な水害が発生しているが、これと似たような現象が起きたとも言える。この台風のアジア名、和は、この台風限りで、 使用中止となり、自順からは、ハトというアジア名が使用されることになったが、このアジア名も2017年の台風13号、限りで、使用中止となったため、最終的には、ヤマネコというアジア名が使用されることになった。さらに、この台風のフィリピン名、センドンも、同様に、この台風限りで、使用中止となり、自順からは、サラというフィリピン名が使用されることになった。 ありがとうございます。